フランチェスコ・アルバーニは、イタリアの画家である、ボローニャ派の画家の一人である、ボローニャに生まれた。父親は、絹商人で、息子を商売の道に進ませようとしたが、画家の道に進み、12歳になった時、フランドル出身で、ボローニャで働いていたマニエリスムの画家、デニス・カルバールと、ディナイジェズ・カルバールと、C1540 から1619の弟子になり、 同じくカルバールとの弟子をしていたグイド・レーニと知り合った。レーニが通っていたアカデミア・デリ・インカミナーティに加わった。この学校はアンニー・バレ・カラッチやアゴスティーノ・カラッチ、ルドビコ・カラッチが運営していて、ドメニキーのヤルーチョ・マッサーリ、ジョバン・ニ・ラン・フランコといったボローニャの画家たちを育成した。1600年にアルバーには ローマに移り、アンニーバレカラッチの助手として、グイド・レーニと共に、パラッツ・オファルネーゼのギャラリーの壁画を描いた。時の教皇クレーメンス八世は、政治的な背景もあって、この頃、ボローニャの画家たちを徴用していた。ローマで、サンジャコモデリ・スパニオリ教会などの壁画を、レーニと共同で制作したりした。その後、1609年に、ボローニャ、 1609年から1610年の間は、ビテルボ。1610年から1617年は、再びローマで働いた後、ボローニャを拠点に、マントバ、ローマ、フィレンチェで働いた。宗教画や神話を題材に装飾画を描いた。弟子に、カルロ・チニャーニや、アンドレア・サッキがいる。ありがとうございます。